PC100144 ピン SO, DIMM PC2700DDR, SO DIMM PC6400DDR2SO DIMM SO, DIMM、SO DI MM、はコンピュータで使用するメモリモジュールの規格の一種である。SO DIMM は DIMM に対してより小さなサイズでモジュールを提供するための規格であり、その大きさは DIMM の約半分とされている。そのため SODIMM は主にノートパソコンや小スペースパソコンで使用される。さらに、プリンターやルーターをはじめとする、ネットワーク機器の機能拡張の際にも用いられる。SODIMM には72ピン、100ピン、144ピン、200ピン、204ピン、または260ピンのモジュールが用意されている。 100ピンのモジュールは32ビットデータ転送をサポートし、144ピンから200ピンのモジュールは64ビットデータ転送をサポートする。これは64ビットデータ転送が可能な168ピン、184ピン、または240ピンの DIMM に相当する。SODIMM の種類を見分けるには、モジュール上の端子についている。 切り書きがどこにあるかによって判別できる。100ピンの SO、DIMM モジュールは切り書きが2つあり、144ピンのモジュールは、端子の中央付近に切り書きが1つあり、200ピンのモジュールは、端子の左右どちらかの端の付近に切り書きが1つある。200ピンの SO、DIMM モジュールは、DDR と DDR2 等区別するために、 切り欠きの位置にさらにわずかな差異が付けられている。切り欠きがピンのある辺の端により近ければ DDR であり、中央により近ければ DDR2 となる。DDR と DDR2 とでは互換性がないため、誤って使用するのを防ぐためにこのような差異が付けられている。一見すると見分けがつかないため、これらを見分ける際は注意が必要である。 SO-DIMM の動作電圧は DIMM と比較して大きく違わない。そして技術の進歩により DIMM と同等の動作速度クロック数や CAS レートおよび記憶容量を実現している。現在 DDR2SO-DIMM メモリモジュールは 800MHzPC6400、DDR3 では 1866MHz。 PC14900 のクロック数を実現している。ありがとうございます。